三脚で取ってらんないから、そうなんですよ、ちょっと望遠持ってってちょっと小高いとこあったらそこから狙うんです。であんまり手入れが安いように前の日に修理でと朝みんな取ってっちゃうんだもん。そんなもんあってもいいんだけどね。いや本当あんま綺麗にしてたら絵にならないでしょ。やっぱり汚れたとこがあって、このくらいの、鉢ですよ。木でできてる、まあ、なんていうのかな、そこからこう湧いてますよ。まあ、太陽が当たると、それが見える。渦巻いてる。その先がちょっと薄暗いんです。林の中通ってる。それも写真になる。だって写真から撮ると1枚6万5千なの、これ。おー。俺、怒られて浅草でやってる人いるんですよ。現像があったばっかりで、へってやったら、金やろうなんて乗られて。6万5000パーになっちゃうもん、ほら紐がついちゃって、で そんなに暗いのかなと思って行ってみたら、そんなに暗くないですね、白線で取れますよ。そこを難しそうに取って6万5000取る、もとも弟子食わせなきゃいけないからね。だって1枚6万5000取るけど何日かで1枚でしょ、大変ですよ。で、経営してなきゃならないから、考えたらそのぐらい取らなきゃ合わねえなと思って。弟子がいるから弟子壊せなきゃならないんで、弟子アルバイトで来てくれりゃ世話ないんだけど。